ジャスティン・アダム・マックスウェルは、アメリカ合衆国、メリーランド州、オルニー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2001年の MLB ドラフトで、ボルチモア・オリオールズから43巡目指名されたが、メリーランド大学カレッジパーク校へ進学した。2004年の MLB ドラフトでも、テキサス・レンジャーズから10巡目指名されたが拒否。ワシントン・ナショナルズ時代2005年。 MLB ドラフトでワシントンナショナルズから4巡目指名され10月1日に契約2007年9月5日のフロリダ・マーリンズ戦で代打として出場しメジャーデビューを果たした11日の同カードではクリス・セドンからメジャー初安打となる代打満塁本塁打を放った2008年は手首の故障でメジャー出場なしに終わった 2009年は2年ぶりにメジャーへ昇格したが、定着には至らなかった。2010年は打率。144に終わり、オフの10月13日に、左ヒーチのトミー・ジョン手術を受けた。2011年2月2日にトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。肩の故障もあって、メジャー昇格はできず、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリー・ヤンキースで48試合に、 出場して打率260.16本塁打35打点11盗塁だった2012年4月4日にディーフとなったヒューストンアストロズ時代2012年4月8日にウェーバーでヒューストンアストロズへ移籍した2シーズンぶりのメジャー昇格を果たしチーム最多の18本塁打を放った カンザスシティロイヤルズ時代2013年7月31日にカイルスミスとのトレードでカンザスシティロイヤルズへ移籍。2014年1月21日にロイヤルズと132万5000ドルの1年契約を結んだ。開幕後は16試合に出場したが打率138と結果を残せず5月16日にリーフとなり5月23日に 参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ降格した。6月21日に青木のリッチカが故障者リスト入りしたためメジャーへ最初をかした。昇格後は4試合に出場したが6月30日に再びリーフとなり7月9日にトリプル A 級オマハへ降格した。オフに FA となった。2014年11月24日に サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2015年3月31日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。開幕後はガイアの準レギュラーとして出場機会に恵まれるも9月1日にィーフとなり5日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ配属された。二千十五年十一月十五日、 マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結ぶ。2016年3月29日放出された。2016年4月1日、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A ポータケット・レッドソックスに所属していた。2016年7月6日、ドーピング違反により対談したジムワドチの代役として、久保のロッテ・ジャイアンツと契約したが同年限りで、対談。 ありがとうございます。